1955年撮影、高村豊地川、は、日本の中近家、金沢美術工芸大学名誉教授、日本芸術院会員。高村幸運の三男、高村幸太郎の弟として、東京に生まれる。津田忍に、入門。1915年に、東京美術学校鋳造家本科を卒業する。1919年、岡田三郎介、長原幸太郎。 藤田月吉らと装飾美術家協会を設立。1926年、東京美術学校助教授。同年、工芸団体、部型を組織し。1935年、実在工芸美術会結成に参加する。定点、新聞店、日展審査員を務める。1933年、東京美術学校教授。1949年。 金沢美術工芸専門学校教授、日展運営会参事、日本芸術院会員。1958年、日展理事、中金化協会会長。1964年、重要無形文化財保持者に認定。1967年、君三当局日中受賞受賞。東京美術学校在学中に、よさの鉄管、秋子夫妻に指示して、短歌を学び。 以下集も含め4冊の歌集がある。また、幸太郎、高村千恵子の検証にも努めた。写真家の高村氏は息子で、幸運、幸太郎らの作品鑑運転も行っている。1972年6月2日、肺炎のため、東京都文京区の自宅で死去。6日、同区の吉祥寺で、告別式が行われた。2010年、 メタルアートミュージアム光の谷にて生誕120年記念高村豊地下展が開催された銀座のシンボルである四丁目交差点の和光の名付け親である1934年に第1回和光界工芸展を銀座伏部時計店で開催したこの和光の名前を気に入った服部ト経時計店の当時の社長が後とに豊地下の同意を得て 服部時計店の名前を和光と改めた。生誕120年記念、高村豊地下店からメタルアートミュージアム光の谷。ありがとうございます。